さあ今選手がゴロピッチに姿を見せてまいりました。今日は大分からも大勢のサポーターがこの丸亀にやってきました。鈴木純が抑えて右サイドに入っているのが松本玲です。さあこのボールを取って木島が仕掛けていく、中に切り替えて後ろに出してアレックスが中に、さあシュートを打っていくが、これはブロック、まだある高木がどうだ、キーパー、まず最初のシュートを打っていったのは高木でした。はい、外へ出してここからもう一度後ろに出す。さあどの選手に合わせてくるか、セカンド木島、わずかに枠を捉えることができませんでした。さあ鈴木義の中を見て、グランダーのボールを中に出していきました。さあ左サイドからこのボール打っていくか、ゴールキーパー清水、川岸がもう一度福森にボールを受けて縦のボール、さあ落としてシュートまでいけるか、後藤が持ってシュートになっていく、ナイスセーブ清水。いや清水よく弾いた今のは、ビッグセーブを見せました清水。しかしその前のシュート、後藤が絶妙のこのパスですよね。そうなんですね、はい、蹴るのは渡辺大吾、この渡辺からのフリーキックもいいものがあります。さあいいボール、ファーサイドにどうだ、上がってきた中島ですね、はい、キーパーがねやっぱりちょっと味方と交錯してね、当たって止めなかったんですよね。中渡辺大吾、さあ高木も中へ上がっていこうというところですが、ふわっとしたボール、木島へのボールですが、さあどうだ、シュートを打ってくる、クロスバーの上、武田が最後はシュートを狙っていきました。でもね、はい、蹴るときにやるんですけど、今のはちょっとやっぱりボールへの意図がなかったんでファールになりました。さあ大津が収めて、さあシュートまでいけるか、さあ大津がシュート打っていく、決まってゴール、落ち着いてましたね今のね。先制点は大分、本当に落ち着いてた。さあ見てみましょう、はい、このゴールです。これが大津なんですよ、はい、その後にここで絡んで、うん、落ち着いてますね。あーですね、まあ、でも鈴木純の、ね、このパス見てください、優しいパス、どうぞ止めて打ちなっていうパスですよね、はい、そうですね、はい、さあ今度は誰を狙っていくか、リオンチか中島か、ファーサイドですがゴールキーパーと弾いているが、そうですね、そうですね、滞空時間があったんでキーパー出れると思ったんですけどね。そうですね、そして大分は選手が今起陣していて、セカンドボール、ここで長い笛、試合終了、1対0、勝ち点3を取ったのは大分トリニータです。いやー、この夏の熱い戦いでした。しかし後半1点を先行した大分が1対0、蒲田マーレ讃岐を破っています。